日本サッカー協会 JAFA は8日、千葉県内でのトレーニングキャンプに臨む U から17日本女子代表候補メンバーを発表した。5月に開催される AFCU17 女子アジアカップインドネシア2024、さらには10月にドミニカ共和国で開催される U17 女子ワールドカップ W 杯出場を見据える日本。7日は2019年大会以来、5度目の優勝を目指すアジアカップの組み合わせも決定した。今回のトレーニングキャンプには、飛び級で2022年の U17 女子 W 杯を経験している誠城美春を中心に、所属クラブでキャプテンを務める青木優奈ら、日テレ、東京ヴェルディメニーナから最多タイの5名が選出されたほか、JAFA アカデミー福島からも5名が選出された。キャンプは11日から14日にかけて行われ、日体大 SMG 横浜、筑波大学とのトレーニングマッチも予定している。U から17日本女子代表候補メンバー、GK、坂田コリン、開志学園ジャパンサッカーカレッジ高、永井絵里、日テレ、東京ヴェルディメニーナ、福田真央、JAFA アカデミー福島、DF、鈴木敦子、日テレ、東京ヴェルディメニーナ、太田瑞希、大正学園校、牧口優香、セレッソ大阪ヤンマーガールズ U18、いわき蓮音美、マイナビ仙台レディースユース、麻生宇多摩美、日テレ、東京ヴェルディメニーナ、青木優奈、日テレ、東京ヴェルディメニーナ、MF、魔女美春、日テレ、東京ヴェルディメニーナ、古田麻子、セレッソ大阪ヤンマーガールズ U18、原ひばり、JAFA アカデミー福島、本田桃香、十文字高、菊池かな、マイナビ仙台レディースユース、榊愛花、JAFA アカデミー福島、平川春奈、三菱重工、浦和レッズレディースジュニアユース、福島宮、JAFA アカデミー福島、FW、木下ひな子、セレッソ大阪ヤンマーガールズ U18、根津さとりび、ジェフユナイテッド市原、千葉レディース U18、佐藤桃佐路安駅、大正学園校、辻亜美留、三菱重工、浦和レッズレディースユース、津田吉野恩、マイナビ仙台レディースユース、過剰系ユイ、JAFA アカデミー福島。